毎回ってことない。面白いな、この鹿。映っちゃいけないものが映るから。なんで？あ、多分スカートとか多分ここに、ここに多分さ、電車のさ、下の通るところに乗るもん。はい、到着。はい、だこれどっちですかよ。お邪魔女ドレミが、ボレードとかすごいよね。あの国鉄のボレード。昔こんなんやったよ、みんな。今プシューって開くやろ。いや、こんな。え、これ昔止まった顔なんですか。そうです。京都、京都でございます。新幹線、JR。あ、そうなん。本当や。ゴミ箱捨ててき。ゴミ箱どこ？あの見えてるのは東本願寺。正面。バス網がすごいな、京都。でもこんな人いるの久しぶりなんちゃう。もしかしたら。めっちゃビル綺麗やな。こんなガラス溶けるはず。超田舎もんや。まあ綺麗やな。雲や。須佐雲門の南側。へえ。すごいね。雲が住んでんのかな。みんなこんな感じだよね。雲住んでるんや。いちゃんと同じこと言った。電気鉄道発祥の地や。明治28年、京都電気鉄道株式会社。青だよ。あっち行こう。え、珍しい。あ、これスクランブル交差点。ああ、左側行く。向こう側歩くもんなんちゃう。ああ、川沿い。柳の木の下で、うん、何それ。
行こう。見てみ。1、2、3、4、5、6、7匹、7匹おる。白鷺、まだおる。あそこになんかおる。鳥たくさん。5畳かな。なんか川戸に来たらなんか歩いてるの。ねえ。なんか住んでる。本当だ。なんちゃう。え？女の子は乗っかってくるのが本当だ。うん、どうしたの？刺されたおお、すごいすごい、みやび彫刻。有名な。ウィンディーズも吉祥寺っぽいね。ちょっと今日規模が倍ぐらいになった吉祥寺って感じ。横にしてるやん。ちょっとだけ大きくなった。わあ、すごいすごい。何屋さん？ここら辺らしいよ、ママ。錦石、ママ、あ、そうなの、上に書いてる。え、牛トロ炙り寿司。炙り寿司、美味しそうやな。牛トロ炙り寿司、生やな。あ、すごいな。生で食べれんにやったら今回ちょっと焼くに炙るからさ。なあ、やばいね。1皿2缶。うん、2缶マグロみたい。あ、でもマグロ。あ、でもちょっと簡単な。すごいね。うばいっす。あ、うなきもとかあるやん。うなきも、お団子、みたらし団子とかええじゃん。あ、なくなったって。嘘、タミガル。他、ああいうのとか食べたら、食べ歩き。バターチーズか。一旦大丈夫、匂い。ハマグリ、かき氷がいいね。柿や、柿。うわ、すごいな。やばいね。かき氷は。なあ。サザエは、サザエ？サザエある。え、あんの？あるやろ、多分。いつもあるんちゃうか。なんかいったんだ。いつも踏んじゃうねんけど、さっき。誰の？みんなの。そう、そう。生まれてない。
ママ困ると。そうなの、何かしらの靴のサイズが合ってないとか疲れてるとか。うん、あれかき氷にするんちゃん、また来いようで。あ、ニシンいいな。あ、ここかき氷ある、グランプ。ママ、ママ。ほら。スムージーもあるやん。かき氷。かき氷はないかな、ここは。かき氷もある。あんの？ハモ、ハモの天ぷら。わあ、すごいね。え？あ、うなぎ。本当や。まあ、止まるんや。もう。おかえり、パパ。へえ。すごいな。わらび餅。なんか横もあったよな。かき氷はないんね。あ、ここで食べれんの、これは。すごいね。本店がなんか、ごっかって言うとって。だいたい。うん、リーダーこやない。あ、これいらないよ。あ、いらないの。うん。結局。炙ってくる。めっちゃ炙ってる。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃいましょう。うん、なんかイイダコちゃうんや。タコタマ。ありがとうございます。卵は卵なし。卵なし。で、ちょっとこっちは大きいチーズ。あ、なんでも。あ、それ。から食べてね。頭から食べて。美味しい。赤ちゃんは頭から食べてる。何、卵が入ってんの。ママに落とした。行く？そうめんの。何？へえ、あ、お湯、あ、本当はそうめん屋さん、乾物屋さん。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃそうめんらしい。すごい。かき氷なかったよ。さっきの入り口のとこのやつ。また戻る。柿がすごいね。桜あんとか美味しそうな。桜は当店でナンバーワンの。見て、紫芋あん。とりあえずかき氷やる。入り口んとこやろ。米俵あん。なやろ、これ何屋さん。ここマジで。ちょっと見て、でも食べれんのかな。うん。ここはね、
3つ。あ、これでいい？高田君、いろんな色のやつ。これいらない。めっちゃ美味しいです。どう？ちょっとちょっとちょうだいとか。いい？ちょっと。サバ。四条大橋や。めっちゃおもろい。すごい雨やな。なんかこんな雨あったね、昔ね。ね、高田もさ、歩かないもん歩いて帰ったりから。へえ。ゆずのせんべいみたいな。似合ってる。ここ？
やるんやったらさ、青リンゴとかレモン。だからお、すごい。あれ、これは？え、そっち。まさかの。嫌な。あ、レモン。だからこれが使うのでみんなで使う。レモンがいい。レモン。三ついらん。三ついるね。レモンがいい。え、こっちとこっちとこっちがいい。え？あ、オレンジ。オレンジが出た。ちょ待って。食べていい。ビンちゃん。ビンちゃんみたいなもらう？うわ、なんだこれ。すごいね。ね、トカちゃん食べたい。いつも食べたい。トカちゃん食べたい。オレンジでもらってもいい？ヤイちゃんとリンゴオレンジ。これなんだ。ね、タカちゃん、イチゴ食べたい。だからみんなでイチゴとか食べるの。それもすごい。ちょっと待って、まずは食べないで。ああ、え、写真撮ったもん。あ、すいません、ありがとうございます。写真撮ったもん。はい、ありがとうございます。レモンはあれ、待ってよ。あ、ちょっと待って、イチゴ撮ってちょっと我慢して、せーの、はい、はい、めっちゃいいところだ。食べていい。いいよ。はい、食べよ。むずいな。なんかいちごとぶどうに関してはやっぱりすごい。うん。すごい。買ったよ。ちゃん並ぶ。すごい。お団子も食べる。みたらし団子美味しそうだな。ちょっと甘いですね、いとこ。うん、いいよ。ヤモギ団子とタクフヤニが見たら、ビッグ見たら。ビッグ見たら。食べれんの？お腹いっぱいなんじゃないこれ。ありがとう。出来上がりはお呼びします。お待たせしました。こちらの米粉 100% で小麦が入ってないです。タレに卵とかあの乳製品も入ってない。もう入ってないですね。 ありがとうございます。そしたらこれ5本、うん、5本で、はい、かしこまりました。みたらしでよろしいですか。みたらしで、どうぞ。1本目です。タカちょっと向こう側を取って。2本目です。2と1。うん、うん、めっちゃ美味しい。ふわふわ。うん、絶妙やよ。なんやろこれ、食感が不思議やん。なんやろ、米粉 100%。 うん、米粉 100% やつ。でもめっちゃ美味しいやろ。なんやろ、なんか違うよね。イカ焼きね、みんなあれやね。あれ小さいからすぐなくなんねん。ね。リンカで後ろに見えるわけなかったよ、3人。エッタンとリンタと赤ちゃんと3人で来たから、4人で来たから、前。うん。
コーヒー屋さんみたいなさ。そうそう、ここだ、スタバ。行ったやん。ここが有名なとこですよ。最近みんなピクルス好きやから、なんか私ピクルスって買ってみたい。芝漬けや、美味しくなさそうね。左どこ行ったんかな。はい、え、八つ橋のとこいる。もう本当や。何なんそれ、真似してんの。そうだ。ああ、へえ。買ってたら。八つ橋、どこも同じやって、八つ橋なの。ちょっと違うな。そう。
んかおすすめあんの？いちご？いちごが。激辛漬物とか言ってあるの塔重要文化財なんかシュワシュワしてんだよこう。涼みに行く トイレあんの？じゃあ扱っとくわ。ここに来てるファミリーあるけど。待て。カメラが向かってるわけですね。これは暑いんじゃん。これはでも刺すのが大変やな。はい、地獄絵図やね。ちょっと待って、難しいね。なかなか。はい。あ。手を息を止めて、うん。息を止めて、うんってやるしかない。なんかこういうとこに。ここでお参りをするの。脱いで上がる。
反対にしてもほら。投げんの。歩いて。やばない。うん。え、ちょっと無理くない？無理や。あ、はい、行こう。ダブル弁当とかあるの。ヒータ波じゃない？うん。大盛り。波。牛丼の波を一つと、これより小さいのか。あ、小盛りを一つ。はい、で、大盛り三つ。そうやね。大盛りを3つで。大盛りを3つで。はい、いいと思います。はい、持って帰りで。はい、お席に少しお待ちください。はい。よっしゃ。え、どこでもいいよ。座って。あと5分あるわ。あと5分ある。うん。車内整備が終わりますので、もうしばらく。
左 ABCD、はい、1234、1234の左側。走った意味あった。よし、あれ？ああ、売店。